治。僕らのこのかけがえのない朝起きておはようって言って、握手してハグして喧嘩してでも笑ってご飯食べておやすみっていう特別でも何でもない日常ってやつをずっと続けられるっていう特別のために R1 がアクションします。てかお前も何とか言えよ。体調管理の一番そばで強さ引き出す R1。 人気者じゃん。パートで言うとまずバレエが実際に今日踊ってくれるんですけど、それだけ一回ちょっとフルで見てみて、はい、来てくれてるんですけど、これが実際だとむちゃくちゃ音が大きくて、ってなるんですけど、なんかその気分もいいなと、はい、で次に、カラオケっていうのがありました。笑顔から少しふっと切り替わる、みたいなところがちょっと狙えていくといいかなと思って、はい、その前後半でちょっと、はい、店主の皆さんです。盛大な拍手をお願いします。ではミュージックスタート。
表情をグラで作りづらいです、まあ、少し笑ってるところから、ね、あー、はい、なるほど、ちょっと行きやすいように、はい、わかりました、はい、回してください、よっ、かーん、あはははははは、ちーさん、ちーさん、ちーさん、よー、がん、よー、ちーさん、よー、よかった、よかった、いいよ、ずらすから、あ、ごめん、ほら、ありがとうございます、すいません、こっち、いお、ここ、はい、完璧です、はい、これで時計回りかすいませんここありがとうございます、ありがとうございます、はい、サクさん、今より今度少しスピード遅めで、これの感じを優しく、もう少し優しくいきます、はい、もう声かけてスタート、はい、カットです。ありがとう。はい、入れてみます。はい。R1 がアクションします。てか、お前もなんとか言えよ。はい、カット。よー。スタート。R1 がアクションします。てか、お前もなんとか言えよ。よー。スタート。R1 がアクションします。てか、お前もなんとか言えよ。はい、スタートです。めちゃくちゃ良かったです。ありがとうございます。はい、よー、スタート。R1 がアクションします。お前、忙しくなるぞ。R1 がアクションします。お前、忙しくなるぞ。しげた。どういうこと？本番いきましょう。はい、本番。よー、スタート。人気者じゃん。このままもうちょっとスタート、よろしくね、はい、カット、すごい芝居してくれるねめちゃめちゃ芝居してくれる、いや助かります、すげえ助かります、よろしくね、あ、はい、よろしくね、はい、カットです、スタート、シャイか、さらにツッコミ目でいきます、はい、はい、よーシャイか、まあ、最後もちょっと優しくすればいいのかな、横目がちなのか、そうすると位置の問題ですね、あ、そうですね、じゃあ行きましょう、じゃあ人気問題、はい、はい、おまん、頭笑うことからです、よースタート、人気もんじゃん、はい、よースタート、よろしくね、よースタート、よろしくね、はい、カットです、さあすいません、絵の方 OK 出ましたんで、ハッケントさん映像の方は全編終了です、お疲れ様でした、ありがとうございました、とても和やかな空気で天気もよくですね、公民館をお借りしてすごくほのぼのとしたあの気持ちの中、撮影をさせていただきてすごい楽しかったです。お子さんがねすごくいっぱい登場してですね、もうそこにとにかく癒されました。まあ、一緒に走ったりとかですね、バレエをする女の子たちとかを見て心が洗われたというかですね、はい、本当に見てるだけで素のリアクションがそれがこうカメラに映ってると思うので、それは CM を楽しみにしていただければなと思います。そうですね、難しかったですなかなかこうね R1 に話しかけるっていう機会が今までなかったので、はい、でも次の CM までにはちょっともうちょっと練習しておこうと思います。全体的にこう可愛らしいというか和やかな、なんか温かい空気が流れるように監督もこう演出してくださったので、
はい、その都度話し合いながらやってました。自分の部屋を作りました。今までなかったんですよ。で別に特に目的もないというか、別に自分の部屋いらなかったんですけど、最近こう自分で作業したりすることがちょっと増えてきて、で、まあ、子供もいるのでなかなかこうリビングでやるわけにもいかなくなってきたので、ちょっと自分の部屋を作ろうと思って、作ったらもうなんか楽しくなってきちゃってそうなんですよ。なんかこういろいろ今こだわっていろいろ集めてます。具体的に遊び部屋みたいな、趣味部屋みたいな感じ？仕事部屋ですね、一応名目は、名目は仕事部屋なんですけどなんかだんだんこう自分の好きなものばっかり置いた部屋になってますけど、はい、ゴルフ、結構やっぱりいろんな人に最近こうやろうよっていう言われるんですけど、なかなかやっぱきっかけがなく、ずっともうこの 2,3 年ずっと やりたいと言い続けてるんですけど、やってないので、ちょっといい加減そろそろやろうかなと、はい、思ってます。今までその全く経験はない？なんか何回か仕事でやったことはあるんですけど、こう本格的にコースに行ったりとかしたことないので、ちょっとやってみたいな。寝る前ですかね。なんか仕事とか遊びとか家族とかと過ごしてすっごい疲れた時に、そう、何も考えずにもう布団に入る瞬間が大好きですね。はい、それが一番のリラックス方法というか、寝る瞬間が一番。そうですね、布団に入る瞬間ですかね。何も考えずにスーって寝る、のが好きです。まず子供に起こされるんで、そうですね、起こされてとりあえず子供にご飯を食べさせるところから始まりますね。だからちょっと落ち着くのはやっぱり昼とか昼前とかですかね。でも本当に子供ができてから、なんて言うんだろう、一人の時間って まずないじゃないですか、仕事してる時以外。そうだからもうそれが当たり前になってきてるんですけど、まあでもそれはそれですごい賑やかで楽しくて、はい、でも それをやってたら気づいたらもう一日が終わってますね。でもそれで言うと、その子供たちを全員寝かしつけて、でみんな寝た後に一人でリビング行って、あのネットフリックスとか見るのはもうすっげえ幸せですね。はい、こうなかなかやっぱ自由な時間ってないんで、そう、その時にこう自分の好きなずっと見てるドラマ見たり映画見たりするのが割とこう一日の締めとしては一番幸せな瞬間ですかね。ご自身が出演されてるやつも？あ、自分のは見ないです。自分のは見ないんですけど、海外ドラマとかですかね。はい、あ、で運動してますよ。その2日に1回ぐらいは絶対運動するようにしてますし、まあ、ジムも行ってますし、そうですね、割とそこは気にしてます。あの体が本当硬くてすぐ硬くなっちゃうし、やっぱ車移動もすっごい多いので、まあ、寝る前にストレッチもちゃんとしますし、そういうなんか体のケアみたいなのをやっぱ大事にしてますね。特に30代入ってからは、なんか20代と比べてやっぱり全然違いますね。やっぱなんかすぐ体痛くなるし、痛くなっても治らなくなるから、やっぱその分ちゃんとケアをするようになりましたね。はい、食事の方とかも？食事も結構変えました。前はなんか本当肉ばっか食べてたんですけど、やっぱ野菜もちゃんと取って、っていうのを気をつけてますね。いや結構な頻度で飲んでるんですよ。まあでも結構家にあったら飲むし、外で外出してる時に店にあったら買って飲むんですけど、なんか元気になる感じがして、なんか元気がない時ほど飲むようにしてます。ご家族も皆さん一緒に？好きですね、はい、飲んでます。この度 R1 の CM に出演させていただいております角です。本当にですね、とても、R1 とともにですね、あったかい空気で、なんだろうな、日常を切り取った、でもなんかこうどっか
心に残るような素敵な CM になっていると思いますので、ぜひ皆様楽しみにしていてください。